はい、皆さんこんにちは。ドクターマッスルハゼです。今日はですね、体幹コンビネーショントレーニングをご紹介したいと思います。何もまた道具はいりません。ご自宅でぜひ一緒にワークアウトしていきましょう。今日は手を肩幅、足腰幅でまずは腕立て伏せの姿勢をとります。ここから腹筋と胸の筋肉をよく伸ばすイメージでぐーっとね、地面に胸の筋肉を伸ばしていきます。で、バターンと一回つけます。この状態から手と足を同時に上げていく。お尻の筋肉、腰の筋肉、背中の筋肉を感じます。で、腰が反りやすいですので、しっかりお腹に力をグッと入れて、腰を反るっていうよりは上の胸椎、上の背中の上の背骨を伸ばすイメージでグッと、もちろんお尻、太ももの裏、力が入ります。親指は少し外を向くように、少し外を向くように上腕を外旋ですね、外に向けていきます。つま先はフレックスで、戻ったらグッと腕の筋肉、胸の筋肉を使って上げていきます。ここからねじります。脇腹を感じます。戻して、この一連の動作ですね。今度は反対ですね。上げて、ねじって、ここで脇腹を感じたら、戻すっていう動作。ちょっと、1往復やってみますので、ちょっと見てください。これを、あんまりね、速度を止めずに行っていきます。手を肩幅、足腰幅で、プッシュアップから、で、上げて、ねじって、ここで結束。戻して、ゆっくり、胸の筋肉の緊張を感じたら、背筋、お尻、今度は反対で止める。こういう動作ですね。これを10往復。ひねる動作は左右両方ともありますので、これを10往復やっていきます。下がって、胸の筋肉の緊張を維持したら、下がって、親指外旋、外ですね。で、ねじりながら、脇腹です。戻して、一回休んだら、上げて。ねじっていく。脇腹を感じて、ゆっくり胸の筋肉を感じながら下ろす。背中とお尻。ねじって、ぶれないように。頑張っていきましょう。ひねるときは指先を天井に近づけるように引き上げていって、脇腹の筋肉を使っています。もちろん、まあ、内もも、あとお尻の筋肉もね、補助的には使うんですけども、メインは脇腹です。降りるときは胸の筋肉をしっかり伸ばす。背中とお尻、脇腹ですね。上がるときは、まあ、胸の筋肉、肩の筋肉、腕の筋肉で上がっていきます。体幹しっかりと使えますので、皆さんぜひ10往復できるように頑張ってください。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。また明日お会いしましょう。さようなら。